RG チャンネルをご覧の皆様、バルカ警察真実です。よろしくお願いします。お願いします。2番お疲れ様でした。いやありがとうございました。駆け抜きましたね。先ほどの動画でも言いましたが、はい、トレンド入りするぐらい大活躍で、大活躍ありがとうございます。もう本当に最後、後半15分ぐらいは私の根回し、私と野崎の共闘で全て解決しました。ありがとうございます。今回、はい、まあ8話からですかね、いろいろジミスさんに来ていただいて、ドラマの考察などしたんですが、当たったとこ、外れたとこ、ちょっとまだわからないとこ、いろいろあったと思うんで、そこら辺も踏まえて振り返っていきたいと思います。はい。まずは、はい、どうですか？まあ、見直しました。すべての動画を、バルカ警察でチェックさせていただいたところ、謝罪しなければならないことは、はい。いくつかあります。はい。はい、まず、逮捕したい人物は、すべて、外れていました。申し訳ない。わっと。まずは、カオル先生。はい。怪しい怪しいって言ってましたが、はい、あの人は、なんも怪しくなかった。ああ。最後普通に終わったのか終わってないのか。ただただ、帰りを待って、野木さんに抱きついた。唯一ここで考察言われているところ、バルカ警察が調べたところによると、はい、抱きついた時の、ここのボタンが、一個だけ黄色だった。え、はい、そういうデータが入ってきてます。これは最後何ですか、石の上に盗聴器カメラを置いてた。あれは、あれは、調べたところによると、別班まんじゅう。別班まんじゅう別班まんじゅうだったと言われてます。はい、はい。それがどういう。まあ、確かにピンクだった。ピンク。はい。そう。別班まんじゅうが置かれていたということは、もう一個仕事があるということなのかもしれない。今後続く、はい、ということなのかもしれません。もし続くということであれば、まだ捕まえたい可能性もあるかもしれませんが、今回で言うと、カオル先生は本当に疑って申し訳ございませんでした。赤飯の下り、目玉焼きの下り、何も関係ございませんでした。誠に。続きまして。続きまして、捕まえたい人、早々と名前を出してしまいまして、誠に申し訳ございません。別班の桜井さん、はい、申し訳ございませんでした。桜井さんは僕も怪しいと思ってましたか？思っていました。別班のあの4人ですね。あの4人と、クロスの木、あのメンバーに作戦を出した桜井さんが最後、ただただ協力しただけでした。位置情報を送ったり、はい、そうですね、ただ協力しただけで急いで帰ってきた乃木にこう、ね、あれを渡しただけ。本当に申し訳ございました。疑ってあなたは優秀な方でした。申し訳ございません。そして、はい、一番謝らなくてはならないでしょう。ブラン、申し訳ない。めちゃくちゃ怪しんでました。あんなできるやつ、てっきり個人の出身かなと思ったんだけども、それすらやってない。はい。ドラムに関しては、はい、次回作があったとしても、うん、いいやつの可能性が高い、高そうな。ただ仕事ができる、はい、いいやつだった。そして、ビバンのドラマのために、宣伝のために、全国を駆け巡って、本当に頑張ってくれた。ありがとう。それしか言えない。そこは全て間違えました。ドラムは、ただただ、バルカのために頑張っていた。あいつこそ、バルカ警察に入れたい。頑張ってくれた上に、しかも、日本のためにも頑張ってくれた。誠に申し訳なかった。そして、唯一当たってたのは、ベキがいい人。うん、ベキがいい人だ。でも、いい人かどうかっていう話。そうですね。うん、あ、ちょっと待って、一個ドラムいいですか？はい。一個ドラムが、まあ、次に繋がる謎といえば、なぜ喋れないのか。はい。あの音声は何なのかっていうのは、ちょっとまあ、次回以降に期待かなとは思うんですけど。全く喋らない。だってもう、あの、バルカ共和国の大臣とか、あの辺もみんな日本語喋るのに、ペラペラなのに、一番日本人に近い、公安野崎に近い状態の、ドラムが全く喋らないの、これは何か
ありますね。ただそこのスピンオフとかも何かできるかもしれない。なるほど。うん、本編ではなく、スピンオフという形もあるかもしれないですね。今回、チンギスがトレンド入り入ったところで、チンギスが個人出身、チンギスのスピンオフを作ってほしいという意見が相当来てます。すごい。作ろうか。俺が作ろうかな。確かに。まあ、歌は歌いましたんで、はい、次はドラマ。ドラマとかにも再現、まあ本当にあの、はい、奇跡体験アンビリバボーぐらいの感じで作ってもいいかもしれない。あ、いいですね。ちょっとそれ考えましょうか。マジで。はい。そうなった場合は、ただ、清水さんすいません。一点申し訳ないのが、このチャンネルは YouTube。しかも、うん、RG さんの YouTube で、TBS さんほど予算がもちろんないので。なるほど。はい。学校というのが、もしかすると、吉本本社になってしまうかもしれないです。まあ、あの、ナメダルマも、はい。PV も撮ったことでおなじみの、はい。この校舎で、この校舎が施設ということで、はい。最高じゃないか。まあ、モノマネ美版隊というのが、はい。MBS フェアネンで大人気でございまして。はい、見てます。はい。あれが、なんと、あそこでセアネンモノマネ美版隊が、しっかりと告知をするかどうか、その時は面白かったかどうかで、関西の美版の視聴率が 3% 違う。これは 3% も違うんですか？これはリアルな、とこからの情報です。3% でも何百万人。何百万。はい。全然違う話。うわ。で、あれで美版を生み出したという人たちもいっぱいいます。そう。だから、あそこで育った孤児たちが、はい、いっぱいビバンを見た。ということはもう、大阪の方は協力してやってもらえるかもしれないですね。うん、なので、はい、MBS ということで、そこと協力してやるのはありかもしれません、はい。そこの裏もちょっと操作していただいていいですか？やりましょうか。はい。私は MBS の中枢と繋がっております。おい！しかも、セアネンのドンとも繋がってるんですかね？セアネンのドン、トミーズマサさんは、実は、早々と、おい、ビバン始まったぞ、頼むぞ、と言ってました。うわマサさん、別班ですか？別班なのか、公安なのか。もしくはバルカなのかわかりませんが、セアネンのトップ、マサさんが最初に私にそろそろ頼むぞ、と言ってきたのは確かです。そこで、向こうのセアネンのディレクター、そのディレクターは、前回、半沢直樹のパロディ VTR、はい、安田大三の団長と、RG を使って、はい、様々なものを、いろんなパロディ V、はい、普通に食レポとかさせたりして、はい、聖地巡礼行ったりして、はい、そこで MBS 局の賞を取ってます。はい、そして、はい、今回、このモノマネ美版隊が大変好調なことで、はい、通常のセアネンのロケも、今回の、ラパルフェの鶴くん、金太郎、はい、RG、そして、歴をやった、我こそは田中、我こそは田中くん、はい、ドラムをやったダイナゴン光子ちゃん、はいはい、で、今回最後の最後に入ってきて、大ブレイクした、残る役の、似てました。残る役の、大役、このメンバーでロケを行ってほしいという、事前に伝えられている。もしかしたら島根に行く可能性も。島根、中華街、もしモンゴルがあるか。全くなしになります。モンゴル行く場合は、ちょっとチンギスさん申し訳ないですが、カメラ渡していいですか？隠しカメラをいくつか、はい、仕込んでくれ。はい、うん。もしくは、潤沢の資金があるので、はい、来てもいい、ね。いいんですか、うん、行きたいです。モンゴルに来てもいい、ね。はい。なんなら、なんと、これは、極秘情報であるが、なんと、この RG 公式 YouTube をやっているスタッフは、日本の社長、辻の阪神応援チャンネルをやっているので、はい、やってますね。はい。阪神と、ビバン、はい、一番応援しているもの、番組、それは、スペア。おぉ！そうなんすね。そうだ、せやねん、僕も、関西の時ずっと阪神。阪神、阪神。はい、阪神タイガースの OB も出てますし。そう。はい。阪神とビバンの番組でした。はい、ここ最近はずっと。つながりますね。つながった、すべてつながって。だから、セアネン、トミーズさん、別班かもしれない。で、我々は実は、あそこに雇われた、
まあ、別班来たもの確か。か、マサさんがテントで僕らがモニターってことですか？マサさんがべきかもしれない。はい、そうだね。マサさんがべきで、我々がモニター。はい、で、ビバを広めること。はい、で、阪神を優勝させる。日本の社長辻も、モニターだった。話がそれにそれたんですが、千木さん、僕、一つ、まあ、考察まだ残ってるんですけど、もう謝罪の流れで、ここには謝罪しないといけないんじゃないかなって。夢グループさん。そうだった。ノコルの会社、ムルーデル。はい。ムルーデルは、モンゴル語で夢。夢の会社、夢グループ。ということで、今、日本で勢力を伸ばしている夢グループがテントの傘下にあったという私の考察、松島が。松島が。で、ます。ます。す。ふい。これは半沢でのあの土下座シーンをちょっとオマージュしましたね。ただこれはまだ謝りません。え、そうなんですか。夢グループのまだ全容にたどり着いておりません。むしろ真実は夢グループと話をしてみたい。そう、なぜ夢グループにしたんですか。確かに会社名も、まあ、深い意味があったのか、それとも考察深読みしすぎたのか。しかし考えれば考えるほどに、テントが全世界テロを始めた時期と、夢グループが日本で力をつけてきた時期が本当に似ている。そして、テントは孤児を集めて育てた。夢グループが何をしているか、日本で。DVD、DVD の装置を売ることによって、老人を助ける。日本の老人を、まあ、自分たちの味方にすることによって、日本での何かを企んでいる。ここはまだ謝りません。ああ。夢グループは日本におけるテントの残党と言っても過言ではないでしょう。ここの部分も次回に持ち越すと。持ち越します。今回、橋爪久夫さん、はい、大臣で出てきましたが、橋爪功さんのあの辺を助けたのももしかしたら夢グループかもしれません。ここからは謝罪ではなく、はい、巷では三部作とも言われていて、うん、今後につながる展開っていうのもあるので、うん、まず一つ目、うん、ベキは死んでいるのか。これは断言しましょう。ベキは死んでいません。ベキ、バトルカ、ピオ、三人は撃たれましたが、撃ったのはノギです。ノギがちゃんと殺さずに生かしております。で、その後燃やしております。証拠隠滅。で、多分あの火事と、撃ったことによって誰一人も死んでおります。ビバ、フランス語で生きている。で、一個、バルカ警察の元に入った考察で、あそこを燃やして生き残った。あそこ、本能寺の変を思わしている。うん、なるほど、信長。信長です。信長実は、あの後、生きていると。はい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 。いう噂もありましたね。はい。はい、そこなんです。燃やしたけど、燃えたけど、遺体が見つからなかった。しかもその中国って海外に行ったみたいな。確かに。はい。海外に行った説で言うと、もう一個、日本で言われてるのは、源の義経。はい。義経も、実は、モンゴルに行って、はい。チンギさんになったんじゃない仮説がありますが、そんなのすべて次の第2部、第3部に来てくれるんじゃないでしょうか。ベキは生きています。二つ目。はい。千部、はい、小木那須さんがやっていた。はい。は、結局何だったのか。ただの浮気野郎だったのか。ここでバルカ警察に入ってる考察情報によると、長野千部は、ベッパ。ベッパ。やばい。そして、太田さんにすべてを教えた。太田さんが若くしてあんなにできるまで、長野さんが不倫と言いながら教えていたと。今回は全く触れられなかったです。そうですね。うん、今回、最後もハッカー、太田さんは、もう、動き的には完全に別班になってました。なってました。はい。別班の一員です。なってましたが、
今回、太田さんの活躍から、そして、長野専務、何もなかったなと思って終わってみた。次のドラマ、野球のドラマ、はい、鈴木朗希、あれに出てるんですよ。出てますね。はい。出てるじゃん。はい。だから次のドラマで、小日向さん、なんかヒント出すかもしれない。え？繋がってるかもしれません。あのドラマ。あの野球ドラマをじゃあ、見た方がいいんですか？見た方がいいです。ビバンファンの皆さん。あ、そうなんですね。あの野球ドラマは、はい、ビバン鈴木です。これが言われている、はい、福沢監督の、はい、最後の作品と言われているビバン。だから何してもいいと。もうすべて、あの方 TBS のもうすごい上の方です。はい、でも最後を飾るっていう。今噂されているバルカ警察とかに入った情報によりますと、はい、日曜劇場のすべてが集まってくるんじゃないかということで。テセウスとかやってた鈴木朗希さん、はい。あの辺も、で、小日向さんも出て、あそこにまたピバンのヒントが散りばめられているでしょう。何だ何戦だけしか見てないですけど、かなりこう、テイストの違う爽やかな感じでしたけど。あそこに、バルカが絡んでます。バルカ絡んでます。野球。マジですか？野球絡んでます。はい。確か緑でしたよね。ユニフォームは。あ、そうです。はい。緑といえば、緑の魔術師、ノボン・ベキ。繋がってます。繋がってるんですね。そっか。ビバンにとってはまあいいかもしれないですけど。ビバンは実は終わってません。あのドラマ、次のドラマの中で、引き続きます。なるほど。じゃあ、ちょっとそこも、引き続き、小日向さん、注目と。はい、注目です、はい。では、長くなりました。最後。うん、野崎は、結局どういう立ち位置なのか。うん、これが、分かったようで分からなかった気がしたんですよ。野崎さんは、何度か、不敵な演技をやっておりました。うん、はい。八島久夫さんに、まあまあまあと。ではやめていきましょうみたいなことも言ってましたし、俺はその時にちょっと CM って実はいろんなことを散りばめてあるんですね。はいはい、あの時ワーボードームの CM をめっちゃ流れてた。阿部寛さん、極みっていう。そこではその一般家とか関係ない、ただただうまいものを作りたかったし、はい、あそこで野崎という男で、こだわりにこだわって赤飯作ったりとかしてる。これは、野崎は、店を出すでしょう。え？店を出すでしょう。テニスさん違います。僕が聞きたかったのは、実は別班側じゃないかとか、そういうことだったんですが。俺の、野崎の、服装を見てください。はい、黒。黒いシャツ、はい、だらしなく黒いスーツの着こなし方、はい、なんか見たことないですか？あ、もしかしてですけど、ドラゴン桜ですか？違いますか？ドラゴン桜も、はい、ほぼ一緒の格好ですけど、はい、ドラゴン桜、そして今回の2番の野崎、すべてあの辺に共通するそのだらっと黒いスーツを着る感じ、うん、でも仕事できる感じ、はい、美味しいもの、山岡はい山岡なんですか？はい、山岡のあの全てに通じてる、ダラダラしてる感じで全てに通じてる感じ。だからあの感じからして、俺は料理のシリーズが始まるみたいな。え？不敵です。え？待って、これもう言ったらスピンオフが始まるってことですか？はい。野崎の美味しんぼ的なものも始まります。日曜劇場全てビバンに通じます。そう、野崎さん見れるのは嬉しいですけど、不敵にはやっぱあのビバンのドラマの、うん、あの世界観で、みんなとこう絡む野崎さんが好きなんで。うん、うん、うん。料理の、野崎版美味しいもが始まった時、はい、ビバンのメンバーたちは、ほぼ全員います。ドラマ撮ってくださいよ。ドラマの中で、この、あの、赤飯のシーンのような、はい。留学校では、80年かけて、赤飯にもコツがあるんだ。っていう感じでいろんなものを教えていく。野崎、阿部寛、山岡節、ちょっとだいぶそれたなぁ。それたかどうかは後で。なるほど。だから、はい、美味しいものをモチーフにしていることは明らかです。
あの態度。はい、うん。ということは、はい、いずれにせよ、チンギスさんの話も一言でまとめると、次回作があると。あります。こっからモンゴルで始まっています、今。モンゴルでゴリゴリに火が続いて、今度モンゴルで、我々が様々な候補活動します、うん。はい。モンゴルのバラエティ番組も出るでしょう。そっからどんどん世界中に広がっていく。そっからいろんなものに火がつきます。はい、もしちょっとモンゴルに行くことがあれば、チンギスさんを撮っていただくか、はい、僕もモニターとして忍び込むか、新たなコンテンツもいろいろ撮りたいですね。相当なビバンファンが、吉本興業内にもいることが、確認されました。あいつらを全員連れて、モニターにして拡散してもらう。それも考えています。昨日、別件で男性ブランコの浦井さんと仕事してます。はい。ビバンのチンギスさんに会えて、むちゃくちゃテンション上がりましたと改めて言ってました。浦井のようなクールな、普段、もう、おどおどしてるような男は、真実を見かけたら、写真撮ってください。来た。こんなことないです。はい。それぐらい、ビバンで狂わされた芸人いっぱいいます。ギャルも来てましたね。エルフ荒川ちゃんも、もう、いや、もう、最高の、しんどいって言ってた。好きすぎてしんどいって言ってた。すべてが、もう、チンギスありがとうございましたってみんなに言いました。ああ。楽屋の。はい。でもちょっとね、まだまだ続くんで。チンギスさん。うん。最後に、うん、もう捕まえたい人はいないですよね。みんなで残っています。え？のちまだ？お前はいろんなとこに忍び込んでは。いろんなところで活躍しているのだが、一度ぶち込まなければならない。直樹、お前の全て過去を洗いざらい全て探ってやる、直樹。